ダックダックすると、もういやいやいやって。そうなんだ。じゃあ赤ちゃんが生まれるまで忙しいですね。そうですか。で、カレー作るときも抱っこ抱っこしませんよ。抱っこしながら料理できないですよね。うん、そういうときどうするんですか。ちゃんと机で待っとるんですよ。誰が。ポポちゃんが。まあ、じゃあ抱っこし、ちゃんと言うんですか、お母さんが。はい。お仕事してるから座っててくださいって。うん。そしたら言うこと聞くの、ポポちゃん。うん。いい子だね。ポポちゃんね、パパがお仕事行っても、ママとパパがいなく、お仕事に行っても、ママもお仕事に行っても、一人でカレー作るんですよ。そうですか。はい、お母さん忙しいですね。うん。それでゆうちゃんのお腹の赤ちゃんはいつ生まれるんですか。6月です。まあじゃあ今日は9月30日ですから、あと3ヶ月、あ、もっとですか。だいぶ先ですね。6月。赤ちゃんの名前は決まりましたか。ななこ。あ、ななこちゃん。うん。ななこちゃんでも。食パンマンの赤ちゃんと、はい、カレーパンマンの赤ちゃん。あ、食パンマンは名前は、ななこ。食パンマンはななこ。カレーパンマンは、6月のお姉ちゃん。そうですか。あんさんお祈りしております。おやすみなさい。